中央大学1年の越後智也です。3連敗で厳しい状況だったんですけど、今日の試合勝ててよかったです。試合前とおにぎりとかをもらってパワーをもらって勝つことができました。最終戦も絶対に勝って残留を決めたいと思います。よろしくお願いします。